したグルーヴ、込められたメッセージ、生きるために必要なもの、息継ぎと息抜きのビート、まみれながらも染まらず何かが見つかる。今回 Z6 を使って作品を制作するにあたって、普段はリグとかを組んで、目も悪いのでビューファインダーをつけたりして撮影するんですけれども、カメラを裸でどこまで使えるかっていうのを主眼にやってみることにしました。カメラ本体だけでやるっていうことが主眼だったので、カメラの手ぶれ補正機能を使って手持ち撮影などをやってみました。はい、進むことを要請する、どこか懐かしいメロディースタート。OK、はい、とりあえず一旦 OK ですの合成前提の場面と光の状態が厳しい場面があったので、外部レコーダーを使って N ログの撮影も試してみました。かなりダイナミックレンジを残したまま収録できたので、色補正をかけてもしっかりと色も階調も残ってくれて、かなり大胆に攻めることができました。普段はシャッタースピードも250とか500とか800とか平気でその辺使うんですけれども、このシーンは大きな動きの時にブレの感覚を残したかったので、可変 ND を使ってシャッターを100まで落としてブレが映るようにしてみました。Z シリーズにない70-200 の焦点距離を使いたかったので、マウントアダプターの FTZ を使って手持ちの70-200で撮影しました。この時はフォーカスを激しく置いたかったので、リグを組んで撮影しました。今回はかなり 120p を多用したんですけれども、D750 で撮る時でも基本は 60p で撮っていますね。そのマージンがさらに倍に広がることによって表現の幅が大きく広がりました。また今回音声は使っていないんですが、 120p だと音声も記録できますので、このモードはさらに使っていきたいと思っています。 OK! 大迫力、水もぶっかかり、120これでございます。Z6 には動画で扱いやすいフラットというピクチャーコントロールがあるんですけど、それをさらにカスタムしたサードパーティーのフラット 12p というカスタムピクチャーコントロールを Z6 に実装して使いました。6収録でないボディ単体での収録でも十分満足する画質が得られました。たこ焼きに行きましょう。よかった。